長い道を少し休みたいんだ、少し休みたいんだけど、時間は刻一刻残酷と私を引っ張っていくんだ。うまくいかないことばかりで、うかつにも泣いてしまいそうになる。情けない本当にな、惨めな気持ちなんか嫌というほど味わってきたし、とっくに悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに。絶望抱くほど悪いわけじゃないけど、欲しいものはいつも少し手には届かない。そんな半端だとね、なんか期待してしまうから、それならもういっそのこと、どこまで突き落としてよ。答えなんて言われたって、人によってすり替わってって、だから絶対なんて絶対信じらんないよね。苦しみって誰にもあるって、考えてたんだ。だんだんといろいろ面倒くなって、もう淡々と終わらせちゃおうか。やんだとかもやんなったから、やんわりと終わればもういいじゃんか。夢だとか希望とか生きてる意味とか、別にそんなものはさして必要ないから、具体的でわかりやすい機会をください。泣き場所